この動画ではコルグのエンターテイナーキーボード EK50 を紹介してみたいと思います。この EK50 はとにかく楽しいなというのが印象的なキーボードでした。何が楽しいのかと言いますと、単純に音色がリアルで聞いていて気持ちいいと、そういう楽しさだけではなくて、詳しくは後ほど紹介しますが、こちらにスタイルという自動的に伴奏を作ってくれるような機能がついているんですが、それを使っていると適当に弾いているだけでもどんどん曲作りができてくるというか、純粋に音楽を楽しめるようなキーボードになっているかと思います。では細部を見ていきたいと思うんですが、まずは音色の選び方から見ていきましょう。この EK50 には他のキーボードにはないユニークな機能が一つあります。それがこちらのグランドピアノボタンなんですが、どんな音色を選ばれている状態でも、例えば今カリンバが選ばれていますが、この状態からでもこの赤いグランドピアノボタンをポンと押してあげると、グランドピアノの音色が読み込まれるよという仕組みになっています。やはりピアノというのはどんなジャンルでも多用される非常にオーソドックスな使用頻度の高い音色だと思いますので、その音色がパッと読み込まれるというのは非常に便利ですし、いろいろこう画面が切り替わってしまった場合なんかにも、このボタンを押せば最初に電源を入れた状態に戻してくれるという意味でも使い勝手いいかと思います。この EK50 には合計で702音色プリセット音色が収録されているんですけれども、それぞれ音色カテゴリーごとに分かれて収録されています。そのカテゴリーは今ここに書いてある通りなんですが、このダイヤルの下のカテゴリーボタンを操作していくと、エレピ、アコーディオン、オルガン、ベルマレット、ギター、ストリングス、ボーカル、トランペット&トロンボーンみたいな形でどんどん切り替わっていくものになっています。それぞれの音色の番号をよく使うもの分かってるよっていう場合には、ダイヤルを使って直接読み込むこともできるようになっています。今聞いていただいて分かる通り、非常にコルグらしいきらびやかで抜けのいいサウンドが特徴になっています。鍵盤自体もかなりしっかりとしていて、ニュアンスもしっかり出すことができますし、ジョイスティックを使ってさまざまなニュアンスを与えていくという使い方もできるようになっています。次にスタイル機能を見ていきましょう。今スタイルがハウスというタイプが選ばれているんですが、この状態で再生ボタンを押すと、このようにリズムが鳴り出します。ここでコードを指定してあげると、はい、といった形で左手で演奏したコードに追従して自動的にフレーズを奏でてくれるという形になっています。今はドラムやパーカッション、ベース、いろいろなサウンドが鳴っていたと思うんですが、どういった要素を入れたいのかというのは、こちらの4つのボタンを使ってコントロールすることができます。全部外してしまうと何も鳴らなくなってしまうんですが、例えばドラムは欲しいよ、ベースを重ねたい、パーカッションを重ねていく、そして上物の音色を重ねる、この4つを抜き差ししながらどんどんバリエーションを作っていくこともできますし、このスタイル自体にも中にもいろいろなバリエーションが収録されています。例えばイントロ用、フィルを入れたい、ブレイクを入れるなんていうアプローチもできるようになっています。もう本当にこの辺は使っていくと楽しい感じかなと思います。で、このスタイル自体もたくさん入っていますので、いくつか聞いてみたいと思います。せっかくですので、代表的なスタイルいくつか聞いてみたいと思います。まずはオーソドックスな8ビート、もちろんここに対して自分の演奏を重ねていくことによって、一人でアンサンブルを作るということができるようになっています。次にロック系、そしてこのスタイルのさらに応用的な使い方として、ミュージックスタイルを使うなんてこともできるようになっています。このミュージックスタイルでは、スタイルに加えて音色データやテンポ感といった要素も一緒にプリセットされているんですけれども、より実践的で楽曲として使いやすいものになっています。ちょっと聞いてみましょう。
った感じでですね、もうキーボーディストはただ弾くだけで OK です。そうするともうバックの演奏が自動的に自分に合わせてくれますので、非常に弾いていて楽しい、面白い、いくらでも弾いていられる、そんな機能だと思います。この EK50 はキーボードとして一番大切な音色の部分も非常にいいですし、スピーカーが内蔵されていますので、電源を入れればいつでもどこでも演奏を楽しむことができます。そして本体自体も非常に軽くてお値段もお手頃と、その他の機能や詳しい仕様についてはホームページ等でご覧ください。